頑張れ画質、頑張れ。寒いから時かな、寒ふう。こんばんは、すこやか。こんばんは皆さん。いや寒い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 。ウケる。じゃあお父さん一タワーありがとう。めっちゃ泣ける。画質良くなった。お、よかった。なんでだろう、さっきのとこが悪かったかな。一タワーありがとう。もしかして今夜もお祭りにしますか皆さん。私は付き合うよ、いくらでも。クッキーありがとう。歌った方がいいのかな、なんかいつもみんなに申し訳ないなって思う。この前もなんか暗闇の中みんな投げてた。申し訳なかった。あ、小賀さんも一タワーありがとう。ありがとう。寒すぎる。さっきまで地味に暑かったのに。うん、クッキーありがとう。小賀さん一タワーありがとう。私はありがとう。みんな今日も夕方に配信できてよかった。小型ペンギンさん一タワーありがとう。今日さ結構歩いてたよ私。え、私やっぱりしっかり歩くことちゃんと意識して歩きたいと思ったら、え、今日8371歩も歩いてる。え、やば。かわちゃんペロペロキャンディありがとう。半袖ワイシャツでいるのやばい。渋谷なんで渋谷。え、今日すごいよ、8000歩も歩いてる。朝あっち行ってあっち行ってこっち帰ってきてまたあっち行ってあっち行ってで、さっきまたあっち行ってあっち行って、おお、すごいやん私。あ、でもレッスン中もスマホ持ってたからかな。え、すごいやん、すごくない。小型ペンギンさん、とうとうさん、小賀さん一タワーありがとう。なべなべ所長も一タワーありがとう。いや8歩私の1000分の1やん。なんで家から出んかったらそうなる。貝柱さん一タワーありがとう。小賀さん小型ペンギンさん、なべなべ所長ありがとう。いやでもさすがに寒いわ。昼はあったかいけど私サンダル、実は昨日サンダルデビューしたんですよ。実はね、今日じゃなく実は昨日でした。そう、でも寒いよね。さすがに寒かった。一光さん結婚して、どうしようかな。え、昨日はなんで、昨日はなんでこんなに歩いてる。昨日も、スマホを持ちながらレッスンしたからかな。いや、昨日私何してたっけ。みんな歩いたっけ。ああ歩いたわ。そうやん、寿司やん。小型ペンギンさん、貝柱さん、小賀さん、やっぱ歩くことってやっぱ皆さん大事ですね。貝柱さん、とうとうさん、小型ペンギンさんありがとう。小賀さんもお兄ちゃんハートありがとう。イエーイ。レッスン中さ、私これちょっとたまに欲しくなる、このアップルウォッチ。でもさ、アップルウォッチが必要なほどさ LINE 来ないしさ連絡来ないしさ。そんな仕事、あれってなんか仕事用じゃないですか。健康もあるかもしれないけど、仕事のためにうーんって思う。うん、そう。小賀さん、貝柱さん、小型ペンギンさんありがとう。サンダルで寿司よ。小型ペンギンさん、涼大さん、貝柱さん、小賀さん、え、やっぱちょっとあったかくなってきてちょっと行動力が格段に上がりますね。今日もなんせ私朝ピクニックに行ったんです。あのね、あのそのなんで私がピクニックに行ったかと言いますと、あの私2月の10日にあの令和落語の初日迎えたじゃないですか。それでリコチ令和落語頑張ってねって沖さんがあのローソンの1000円分の
ギフト券をくださって、でそれでうわ嬉しいと思って、もったいなくてずっと使ってなかったの。そうで、そしたら今朝このギフトのギフトは明日までですって、期限が明日までですって言ってたから、やばーいってなって、そうローソンに行って、ローソンといえばやっぱりフルーツ、カットフルーツがあるので、カットフルーツ一人なのにカットフルーツ2個買って、でなんか美味しそうな冷凍庫に美味しそうなやつも見つけて、それも一人なのに2個買って、でそれでちょっとベンチのあるところでピクニックしました今朝私朝ピクしたんです。朝ピク、もう幸せでした。なんか散歩してる犬とか見ながらこうやってフルーツ食べるんです、太陽浴びて、なんか幸せって思ったから、やっぱり私定期的に趣味ピクニックかも。私かなりピクニック大好きかもしれない。ピクニック、趣味一人ピクニック。とうとうさん、りょうだいさん、小型ペンギンさん、ありがとう。一タワー貝柱さんも両大さんも、この本当に沖さんのおかげで私は今朝健やかな気持ちで過ごせた。あとはそうよ、やんねえ、もう蜂蜜レモン一緒に頼んだ。私今朝そう、いやもう本当にフルーツが美味しくって、そうちょっと幸せな気持ちです。とうとうさん、りょうだいさん、小型ペンギンさん、ありがとう。駅から職場まで歩いて行ってるの偉い、登校やん、登下校みたいな。みやんこ先生、マシュマロありがとう。ツーデスさん、ありがとう。確かに今日めちゃめちゃパッツンじゃない、冴えてるね、切れてるよ。ツーデスさん、小型ペンギンさん、りょうだいさん、ありがとう。一タワー嬉しい、前髪綺麗、星投げありがとう。ピクニック1万1000歩しか歩いてないって、いやめっちゃ歩いとるやんめっちゃ歩いとるやん。りょうだいさん、小型ペンギンさん、とうとうさん、いっこうさん、ありがとね。一タワー今ね、そう2位なんです。でも2位でもすごい嬉しいよ、だって2万円分のお肉が食べられる。でもこのイベントは明日までですね。イベント私たちイベント出場してるあーこんばんは。そう二度寝もしたよ、実を言うと二度寝して、でそれで二度寝して、で起きたらギフトが今日までですよ、明日までですよって来たから急いでロウソった。浜屋さん、小型ペンギンさん、両大さん、ありがとう。一タワー、ピクニック大好き、もうピクニック大好き。あ、出た、全然私まだ WBC って続くんですよね。そっか、楽しみだ。両大さん、丸友ちゃん、ありがとう。一光さんもありがとう。ピクニックいいですよ、ピクニック、うん、ありがとうみんな。パチョレックさんも、りょうだいさんも、一タワーありがとう。そうね、私今からツイートしようって思ってた。ありがとう、オガさん、まるともちゃん、小型ペンギンさん、りょうだいさんもありがとう。2月5日の感謝枠のサインは CD と一緒に来ないんですか。どうなんだろう、 2月5日の感謝枠どうなんだろう。ん、2月5日話しかあったっけ、感謝枠のサイン会なんてあったっけ、あったか、あれ来るんじゃない、そのうち届くよ。両大さん、浜屋さん、小型ペンギンさん、お母さん、ありがとう。そう、お話し会が、そうなんです、グループお話し会
ですよね、グループお話し会が 3R なんです。それをちょっと私ね引用リツイート、レッスン中にね見つけたからね、そう引用リツイート今からしようと思う。え、かわいい、注ぐ太陽浴びて、え、グループお話し会、あれ、幕張楽しみ、え、焦った、びっくりした。はい、私今からツイッターの確認お願いします。あー、もう腹が立つわ。なんで？あ、腹が立つ、腹が立つ、あーやばい、消えていきおる、どんどん、ダメ、私が腹が立つのは良くない、これは大事なこと。そして腹が立ったらカルシウムとかビタミンがなんか消えていくから良くない、健康に悪い、ノットヘルシー。すごい、ありがとう、小川さん、小型ペンギンさん、涼大さん、丸友ちゃん、ありがとう、浜屋さんもありがとう、一田はキーさんもありがとう、ありがとう、腹が立つ、腹立つのり、腹立つのり、腹立つのり、やばいやばい、そういうケンケン、やっぱり発狂したいんよね、たまに私発狂したくなる。あ、ヨーグルトができた、嬉しい、ありがとう、パチョレックさん、鍋鍋所長、丸友さん、涼大さん、もうね最近は良くない、もう腹が立って良くないから、もういや今だけど、いや 3R のレーン絶対楽しいね、チェキ今日めっちゃなんか届いたよみたいなレゴチメールいっぱいしてもらえたから嬉しかった。瀬戸内の勇さん、キーさん、小型ペンギンさん、浜谷さん、涼大さん、ありがとう、まるともちゃん、ありがとう、みんな一タワーたくさんありがとうございます、ありがとう、こんなにみんないっぱいチュン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 って言ってるのかな、もうね腹立つのり、腹立つのり、小田ペンギンさん、キーさん、まるともちゃん、ありがとう、美味しいカルビを食べるしかねえな、キーさん、浜屋さん、トムトムさん、涼大さん、丸友ちゃん、小型ペンギンさん、ありがとう、みんな一タワー嬉しい、腹立つのりさん、ありがとう、カルビ食べたいしさ、厚切り牛タンめっちゃ食べたいしさ、サガリとか絶対食べるしさ、2万円分のお肉ギフト券ギフトとかやばくないですか、まるともちゃん、キーさん、瀬戸内の勇さん、いっこうさん、ジョーデスさん、ありがとね、みんな、涼大さん、小型ペンギンさん、ジョーデスさん、キーさん、オガさん、トムトムさん好き、ありがとう、パチョレックさんも、小型ペンギンさんも、ありがとう、
今日も元気にハッスルマッスル、パチョレックさん、小賀さん、キーさん、イッコーさん、ズーデスさん、リョウダイさん、ありがとうみんな、ありがとう。でも明日も絶対光合成するし、本当テロップに書いたらみんなが手伝ってくれるかな。こんばんは、小賀さん、リョウダイさん、ジャーキーさん、キーさん、ありがとう。私に厚切り牛タン、ありがとう、ありがとう。みんなすごい、ありがとう。一タワー祭りすごい、なんかいっぱい飛んできた、すごい自動転送。トムトムさん、かわいい、ありがとう。え、さっきのあくび見られてたのかな。こんばんは、すごい、自動転送から来ましたって、すごい、だってさっきよりも人が伸びてるもん、人がいっぱい、なんかすごい。キーさん、リョウダイさん、オーガさん、ズーデスさん、ありがとうございます。テロップに書いたらみんな助けてくれるかな。マリュさんもありがとう、すごい。こんばんは、よろしくお願いします。 ST48 の工藤理子です。すごい、すごい、え、初めて、なんか自動転送であれ飛ばされてるの初め、すごい、すごい。小型ペンギンさん、カピバラミキアさん、マリュさん、ズーデスさん、キーさん、ありがとう。一タワー、トムトムさん、ありがとう。やばーい、いろいろが忙しいいろいろが忙しい。キーさん、リョウダイさん、小型ペンギンさん、ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは。どうなんだろう、超高級のを少しか、お安いのを大量に、ちょうどちょっと高いのを、どうだろうな、いや、高級、どうしよう、5000円のお肉を4枚かってことだよね。1万円のお肉を2枚かってことでしょ。選べんよ。でもさ、お肉3000円のお肉を35153618な 6.5 枚とか、だって、美味しいのでお腹いっぱいになれるとか、幸せ、この上なく幸せじゃん。すごいね、ありがとうございます。 STU48 のりょうじこと工藤理子ですすごい、自己紹介でどんなことしたらいいんだろう。忘れっぽいもっちさん、まりゅさん、瀬戸内のいさまさん、きーさん、ありがとうございます。ズーデスさん、りょうだいさん、なんでみんな あくび見れてた、見られてたバレてた、すごい、すごい、ありがとうございます。いよきさん、いよきさん、いよきさん、選抜、わあ、マリュさん、ツーデスさん、忘れっぽいモッチさん、ありがとうございます。マリュさん、ツーデスさん、小型ペンギンさん、忘れっぽいモッチさん、ありがとう。一タワー、すごい、自動配信で飛ばされてきた、ありがとうございます。皆さんこんにちは、 ST48 の工藤理子と申します。リコチって呼んでくださいリコチって呼んでください。キーさん、ツーデスさん、リョウダイさん、ロキチさん、ありがとう。なべなべ所長、小型ペンギンさん、すごくたくさん、1タワーありがとう。ちなみになんでこんなに1タワーが飛び交っているかと言いますと、ですね、なんか1タワーお肉が食べられるみたいです。1タワーがいっぱいだとわーい、すごいね、でもすごいよ、だっていっぱいいっぱいだよ、忙しいくん。だってコメントの私最先端部分いけてないもん、まだ。ズーデスさん、マリュさん、ホセルポモチさん、キーさん、ストウチのひさまさん、リョウダイさん、マリュさん、ひさぽんちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、みんな。
5000円のお肉4枚だな。え、でも4000円のお肉5枚でもいいな。変わらん、ここら辺誤差じゃない。やばい、消えていく、消えていく。オガさん、マルさん、キーさん、オガさんも、浜屋さん、マルさん、ありがとう。だってでも高級、え、高級なお肉でさ、でも、え、どうだろう、いっぱい食べれるのが幸せなのか、高級なお肉をちょっと食べるのか、みんなはどっち選ぶ？だってぶっちゃけさ、高級なお肉の味あんまわかんないし、あ、やばいやばい、ありがとう、やばい、なんかコメントが吸い込まれていく。厚切り牛タン、あ、首バレてた、首。ツーデスさん、リョウダイさん、キーさん、ありがとう、やばい、もう死ぬ、あ、すごい、もういっぱいいっぱい、あ、やばい、ありがとう、ツーデスさん、リュウセイさん、リョウダイさん、キーさん、あ、すごい、もう私多分足りてない、ありがとう、ありがとう、みんな、ツーデスさん、ありがとう、ありがとう、タムツリさん、マリさん、ズーデスさん、コウガタペンギンさん、トムトムさん、ありがとう。ありがとう、マリさん、キーさん、ありがとう、カタムツリさん、コウガタペンギンさん、トムトムさん、すごい、もうやばい、ちょっと動体視力、うわー、目が、キーさん、ありがとう、リュウセイさん、ありがとう、コウガタペンギンさん、ありがとう、ズーデスさん、ありがとう、マリさん、ありがとう、ありがとう、レッドさん、ありがとう、ありがとね。確かに500円のお肉40枚でもいいな。え、でも500円のお肉って相当高いよ。1枚500円ってことでしょ。相当高いよ。え、相当高いよね。相当高いよ。1万500円1枚500円って相当高くない？量より質。でもせっかくだから高級がいいよね。ありがとう、トムトムさん、かわいい、ありがとう、キーさん、カタムツリさん、すごい、多分これやばい、もうこの市沢祭り多分止まんないんだろうな。馬之助さん、トムトムさん、カタムツリさん、キーさん、ありがとう、あー、ありがとう、レッドさん、ありがとう、ありがとうございます、皆さん、うん、すごい、もう、あ、もう全然、あ、来た来た、あ、もうコメントとかもう流れてないぐらい1タワーばっかりなんだね。え、もうコメントとかもう見えないぐらい1タワーばっかだね。ありがとう、やばい、レッドさんも、マリさんも、キーさんも、ありがとう、ありがとう、なんか歌っとく、ありがとう、すごいね、ラクエルさんもありがとう、ありがとうございます、トトさんもありがとう、カタムツリさん、ズーデスさん、レッドさん、マリュさん、やばい、あ、コメント私すごかったんだ、ありがとう。え、あのさ、ツイート、ちょっとツイートするわ、ちょっと待って、私ツイートさせてもらうわ。あん、もう腹立つのり、腹立つのりなんですけど、ほんとに、はい、ツイート、腹立つのり。でもやっぱお肉って人生だから、ほんとにお肉でストレス発散したい。あいかさん、ありがとう、カタツムリさん、ズーゼスさん、ひさぽんちゃん、ありがとう、しそう。確かに。え、私がもう理想はもうすき焼き、なんかすき焼き焼肉みたいな、ちょっと卵黄と一緒にみたいな、卵黄と一緒にいただくの好き。かたむつりさん、キーさん、りょうだいさん、山猫ポーズさん、ありがとう、チェキ、そう、チェキがね今日届いたみたいで、そう、届いてるらしくて嬉しいです。大事にしてあげてください。お肉、お肉、
山猫坊主さん、両大さん、ありがとう。まゆさんも小型ペンギンさん、これ多分さもう永遠にさなっちゃうんじゃないの。焼肉卵黄と一緒に TKG、 なんかさあのさ生あの溶き卵にさチャプチャプってするのがめっちゃ好きです。私卵いいよね。あんなんだろうね、よかったね。よかったね、チェキ届いて、みんなよかったよかった、無事に届いて、なんかどっか行かないよ、行かなくてよかった。カズさんもありがとう、リョウダイさん、小型ペンギンさん、トムトムさん、ヨメネコポーズさん、マリュさんありがとう、キーさん、リュウセイさん、リョウダイさんありがとう、みんな祭りや、貝柱さんもありがとう。なんか甘じょっぱいなんか味付けされてるなんかお肉が焼かれ、油乗ってるお肉に卵ってシュンってしてハフって食べるのが一番美味しい。肉汁が溢れ出す感じがたまらんよね、あれやばい。めっちゃよだれ出てきた。うわー、ずっと好きだよ。誰が投げたんだろう。ありがとう、すごいね、ありがとう。か優しいね、可愛いよね、あのギフト、ありがとうございます。なんかこんなギフトがさ飛び交ってるの怖いよね、普通に。かトムトムさん、マシュマロありがとう、すごいよね。キーさん、レッドさん、マルさん、ありがとう。みんなみんなツーですさん、ありがとう。わかんない、私に、私スタッフさんじゃないからわかんないんだよね、どうなんだろう。私も発想の人じゃないからさわかんない。でも私投げてる人ありがたい気持ちでいっぱいだからさ、やっぱ見届けてあげた、見届けたいもんな。流星さん、もう今日は本当に朝からピクニックして本当に幸せな一日だったんですよ。問い合わせてみて、うん。流星さん、小川さん、キーさん、マリュさん、両大さん、ズーデスさん、ありがとう。今日もみんなとお話できて嬉しいよ。私は、うん、トムトムさん頑張る。ありがとう。マルトモちゃんもありがとう。あとは馬之助さんありがとう。キーさん、マリュさん、両大さん、ズーデスさん。ありがとう。なんかあの私さっきもジムに行ってきて、そこもちょっと気持ちよかったです。本当？石沢のコメント大丈夫？すごい、ありがとう。ペンライト石沢ありがとう。みんなすごいよ。もうこの顔になっちゃう、ずっとすごーいってすごーいってすごい今日はすごい健やかな、やっぱりちょっと、やっぱり部屋がちょっと、やっぱり家が片付いたおかげで、そうですね、指が腱鞘炎になるでしょう。指がそんな腱鞘炎になるさ。私なんか歌っちゃおうかな、みんなありがとう。私なんかもうなんかすごい、もういっぱいいっぱいだって会話ができんほど、もうみんなが、それならもうみんなが多分盛り上がるように、みんながみんな盛り上がるように私も歌っちゃおっかなみんなありがとう。指割りこちり捧げます、だってありがとう。なんかもうなんか炭治郎だね、みんな炭治郎だね。炭治郎さ、ね、炭治郎さ知ってる？炭治郎がさ、あの指を折られたとってさ剣を持って戦うんだよ、炭治郎は。トムトムさんありがとう、ずっと好きだよって、ありがとう、嬉しい。そう、炭治郎だ、みんな炭治郎だね。しかも私ねずこなのかな私のためにほらだってこうやってあのこうやってね、私のためにって言ってくれてるの嬉しい、ありがとう。1タワーめっちゃ嬉しい。1位が見えてきた、本当に。やっぱさ夢じゃないんだな、やっぱ全国民から1円もらったらさ、あの
全国民から1円もらったらさ1億円が集まるじゃん。やばい、長男だからって、やるね、長男だから一度は投げまくるの、めっちゃありがとう。やっぱ夢じゃないんだな、これも本当に。日本の経済ってさ1日何億円、何億円単位でさ動いてんだろうね。だってさ普通に考えてさ1日まあ1円も使わん日もあるけどさ、まあ多分さお水とかさ飲むとしてさ100円ぐらいは使うやん、全国民が、全国民じゃなくてもさ。経済の動きってすごいんだろうな、きっと。やばー、やばー、ありがとう、本当にありがとうね。一度は誰がどんぐらいな、どんな感じに投げてるかめちゃめちゃ見てます。じゃあなんか歌おう。あ、寒い、あ、寒いよ寒いよ。私は自然淘汰主義を歌いたいけど、あ、入ってないだろうな。ひゃひゃーひゃひゃひゃー。じゃあお肉シスターズでも歌おうやお肉シスターズでも歌おう。お肉、お肉、お肉、お肉シスターズ、やばい。でもな、ちょっとお肉の種類をさ、ほら知らんといけん。お肉 V 柔らかいじゃん、おいし、おいしい V ランキング、美味しい V ランキングでいくわ。お、おお、すごい、きたきた、いくよみんな、いくよみんな。おはよう、カルビレバー、ミノヒレロース、バラサーロイン、マルチョ、三角味噌汁、唐辛子、太陽昇って、眩しい朝だよ。今日も一日力合わせて頑張ろう。お肉、わーわーわーシスターズ、みんな、わーわーわー集合、イエイエイ、タンネク、肩ロース、肩バラスネリブロース、サーロイン、ヒレランプ、外もも内ももいいことありそうな、晴れ渡った青空、今日も一日ハッピー、笑顔で行きましょう。やばい歌じゃん。 MEATBEEF 幸せな時もそうじゃない時も、今日も一日夢を信じて頑張ろう。
私たち25種類の長所がある。大自然に育てられた元気を20丸レッツゴー。お肉ございました。お肉シスターズでした。お肉シスターズでした。ありがとうございます。皆さん、あの一タワーすごいたくさんありがとうございます。みんなありがとう。1タワー今何万ポイントぐらい出てきてるんだろう。今すごいよね。だってエンドレスでさ、みんなポチポチしてない？エンドレス、ん、これはもう、ん、エンドレス8、ん、エンドレス1、すごい。本当にこんばんは。52万超えてる、やば。1位の方とはどんぐらい差があるんだろう今。60万ポイント、やばくないか。やばやば、ん、何万ポイントなるんだこれも、やば。みんなありがとう、すごい。あ流れていく大事な、あ、10万ポイント以上差があるんだね。それはもうさ、すごい差だよ、すごい差だよ。そんなすごいよ、それはもうフリーザの戦闘力ぐらいだって。すごーい、52万ポイントもゲットできたの、やばいよ。もうそれだけで私はみんなありがとうの気持ちだよ。みんなありがとう、こんな顔になっちゃうもん。みんなありがとうすぎて、みんなありがとう。そんなに、そんなにですか皆さん。お肉ありがとう、ありがとう、ありがとう。すごーい、すごーい、すごーいしか言えない。すごーい。んー、この季節になってくる。夢を思い出せない、すぐ消えてしまって切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに、まぶた閉じてもここに僕しかいないよ。風を待とう、この岬でもう少しで春は来るはず。青い海に日差しが跳ねて、君を乗せた船が
近づくよ。 I can't stop loving you。 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see you again。 抱いたくてそれが恋と気づいた今更。まるで頬をたたんだ反戦のように、僕は何もできず凪の中にいた。やりたいことを風が吹くよ。入り江を抜け待ちわびてた春と一緒に渡り鳥が帰ってきたら、僕はやっと君に言えるんだ。 I can't stop loving you。 溢れる気持ちどう話せば伝わるだろう。 I wanna hold your hand。 抱きしめたいよ。この歌は春が春を待ってる歌じゃないですか。春がもう少しで来るよってワクワクする歌で、すごい今にぴったりで大好き。あやがて風が吹いてくるまで、一瞬僕は桟橋少しで春は来るはず。青い海に日差が跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。 I can't stop loving you。 愛は止まらない。離れ離れ時が過ぎても I wanna see you again。 ただ会いたくてそれが恋と気づいた今更。ありがとうございました。風を待つでした。私もこの表題曲の中で風を待つ一番好きかもしれない。 ST48 の MV も大好きだし、曲調も大好きだし、歌詞も大好きだし、衣装もすごく可愛くて好きだし、ダンスも好きだし、めちゃめちゃ好きです。辻先生に教えていただいたそのダンスの振りです。懐かしい。私はあの風を待つじゃないけど、思い出せる恋をしようを私も一番大好き。一緒だ。そう、思い出せる恋をしようの振り付けも辻先生なんですね。そう、すごい嬉しい。ズーデスさん、ヤマさん、マリュさん、小型ペンギンさん、流星さん、キーさん、瀬戸内のお日様さん、小型ペンギンさん、ありがとうございます。皆さん、まるともちゃん、ありがとうございます。ね、かたむつりさんもありがとうございます。ありがとう、たくさんね。 STU らしさ、らしさがあるよね。あるよね。まるさん、きーさん、流星さん、あと春の歌ってどんなのがある。山さん、まるさん、まるともちゃん、流星さん、カミリアケイさん、りょうだいさん、ズーデスさん、ありがとう、キーさん、ありがとう、わー、ありがとう、ぼやっきーさんも、ありがとう、たくさん、心配になるぐらい、心配になるぐらいみんな投げてるから、不安になっちゃう。なべなべ所長も、ありがとう、カメリアケイさんも、ありがとう、ありがとう、みんな、あ、いいね。好きになれただけで幸せだ。歌を、ありがとう、山さんも、ありがとう、キーさん。トゥルステステレレレ、トゥルステステレレ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 レ
誰に何を言われたって気にしない。だってただ一度きりの人生じゃないか。好きなように生きなきゃつまらない。やりたいようにやらせてもらうぜ。みんなからやめろって言われるけれど、君に会った瞬間恋してしまったんだ。ボーイフレンドがいっぱいいたって、遠い場所から眺めるだけで構わないよ。恋に一番大事なのは自分の気持ちだろう。相手がどう思っているかなんて全然関係ない。好きになれただけでなんて幸せなんだと思う。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り会えたことに感謝する。それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えるものさ。喉が分かります？皆さん、私のガサガサの喉を。トゥルスティステルルルカカ、トゥルスティステルルル、トゥルスティステルルルカカ。お前じゃ釣り合わない、分かっているさ。親友の言葉無視したくなるくらい。君にぞっこんで呆れられても、自分でよけりゃそれじゃせるがちがちなんだんじゃ。急にこの歌詞ってなんか分からん言語語になるんですよね。周りのみんなに笑われても痛くも痒くもない。好きでいられることは僕はついているんだと思う。占いってやつを信じていなかったけど、できるなら泣き続いてくれ。君の答えまでも何も期待をしていないよ。愛されなくたって愛すれば満足だ。愛は求めないもの。お遍歴賢者の贈り物。お互いが相手を思って、あんな風に愛したいんだ。君を信じていなかったけど、できるならラッキー続いてくれ。好きになれただけでなんて幸せなんだと思う。運命ってやつをほんと信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り会えたことに感謝する。それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えられる、間違えた、与えるものさ、間違えた。最後にめっちゃいいとこなのに間違えちゃった。ありがとうございました。オーヘンリー賢治の贈り物、私も読もうかなって思ったけどやめました。割と結構有名な話ですよね、オーヘンリーの賢者の贈り物。貧しい恋仲の2人がいて、クリスマスにお互いにプレゼントを贈ろうってして、でもお金がないからってなんかめちゃめちゃ高いものを男性を渡したかったけど、彼女の綺麗な髪の毛が好きだからって串をプレゼントして、でも彼女の方はお金がないから、なんかその綺麗に伸ばした長い髪の毛を切って売って、でそれでそれをお金にして、でそれで恋人にプレゼントしよう。そう、すごいすれ違っちゃったけど、でもそれはお互いを
思い合って生まれたそのプレゼントじゃないですか。だからなんか素敵な話だよなと思う。もうこれは結構知ってるけど、なんか本読んだことないから、どんな言葉遣いがされてるのとか、そことかもちょっと気になりますよ。ありがとうございます。シティフォーテイト、好きになれただけで幸せでした。イチルさん、ズーデスさん、リョウダイさん、小型ペンギンさん、ありがとう。リョウダイさん、ズーデスさん、小型ペンギンさん、イチルさん、キーさん、ありがとうございます。皆さん、ヤマさんもありがとうございます。メロンパンさん、ハートありがとう、ありがとう。すごいね、一度は。でももうほら、配信始めて1時間経ちますよ。みんなのことが不安に心配しちゃうよね。今日はすごいハスキーボイス、ハスキー、私ハスキー、イチルさん、リョウダイさん、ズーデスさん、キーさん、小型ペンギンさん、リョウダイさん、ありがとう。ズーデスさん、ウォーラクウェルさん、マシュマロありがとう。おー、結婚してって流れてった。で、すごくたくさんのギフトを、皆さんありがとうございます。こんなにいいの。みんなもうさ、タワーぐらい投げてるんじゃない。イチルさんも、小型ペンギンさんも、ミャンコ先生もありがとう。ズーデスさんも、レッドさんも、カタムツリさんも、リョウダイさんもありがとう。キーさんも、ヤマさんありがとうございます。ズーデスさん、流星さん、たっくさんありがとうございます。たっくさんありがとうございます。私、金木犀の香り大好き。なんか桜の香りとかもいいですよね。でも桜の味はわからん。桜味ってなんなんて思う、いつも。桜味って不思議ですよね。なんか桜味のプリンとか桜味のシュークリームとか出てるけど、桜味って何なんだろうっていつも思う。桜って味するのかなって思う。今日も元気にハッスルマッスル。あくびしちゃった。じゃあ次はこの曲、この曲も好き。やがて必ず届くこと、海流はしていたんだ。かわいい歌だ。人は誰でも大切なことを忘れる。あんなに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。激しい嵐もいくつかの夜過ぎれば、ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうな自分のその無力さ。夢をガラス瓶に入れて、海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように、涙少しずつ運んで地球一周できるかも。願いの強さとは巡り巡った距離なのに、あの頃の純粋な気持ち。かわいくて大好きです、この歌。遠く眺めて何回もついたため息、別
水して土地は七つの海越えた彼方にあるのか世界の果てが見えなくなったって下流は自然の意志は諦めない君をリスペクトする当たり前の毎日飽きることなく夢がどこかの夢だらけ沈んでしまったりしないか想像すると時々不安にもなるけどもっと好きはちっちゃく胸に曲だけあってすごいすごいルンルンな気持ちになれる。ありがとう丸友ちゃん、りょうだいさん、ズーデスさん、キーさん、ありがとう、肉肉肉肉、山さん、ありがとう、いちるさん、りょうだいさん、ズーデスさん、ありがとう、りょうだいさん、キーさん、丸友ちゃん、ありがとうございます。もう1時間ぐらい投げてるんじゃないでしょう。じゃあ1曲歌ったらストップにしよう。そうにしよう。短い曲を選ぼう短い曲を選ぼう。短い曲やばい。短い曲、片思いの入り口だ3分49秒、3分30、あ、それは風を待つか。え、どうだ、3分30秒だ。あ、ペダルと車輪と来た道とだ。ペダル、片思いにしよう。え、教室から何が見える、真っ青な空か雲か地平の彼方、春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか、片思いの入り口。クラス替えして、 C 組の僕は彼女の教室がわからない、会えなくなってやっと気づいた、その興味とは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような、いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になっている。恋の気配ゆっくり感じているよ、こう
でした。この歌はすごい、そう、エモい歌ですよね。ありがとうございます。じゃあ皆さん、イチタワーストップ。本当にありがとう。皆さんありがとうね。のりみおさん、キーさん、オガさん、リュウセイさんもありがとう。テイカーさんも、リョウダイさん、マルトモちゃんもありがとう。ヤマさんありがとう。ありがとう。みんなストップ、ありがとうございます。皆さん本当にありがとう。ありがとう。ストップ。打ち方やめ。1、2。ありがとう。みんなありがとうね。一旦ストップ。みんながだって不安になるもん。ストップ。だってみんなが不安になるもん。うん、やまん。はい、みんなが投げ終わるまでに、うん、30秒かかりました。まだ終わってない。そっか、ありがとうね。みんなありがとう。まるともちゃんさんありがとう。はい、あ、久々に静かな配信だ。すごい、久々に静かな配信だ。やばーい、すごいですね。私はそんな
申し訳ないもん、みんなに、みんなに申し訳ないですもん。なあ、皆さん今日どんな一日でしたか？すごい、うそー、投げたいですか？嵐が過ぎ去った次の日って感じ。わあ、皆さんありがとうございます。おつさん、ありがとう。皆さんはどんな一日でしたか？喜ぶけどさ、だってみんながさ不安な、1万3000歩歩いた、やばい、私よりも上がいる。私はまだ8000歩だけなのに。ありがとうございます。1タワー SG 調達してこよう。やばい、申し訳なくなる。もえぴーさんもありがとうございます。ありがとう。東京？渋谷？何も変わらないいつもの一日だった。私今日はすごい最高の一日、やっぱりピクニックがいいですね。明日もピクニックしたいけど、明日はまた楽しみな、そうことがある。こんばんは。ねえ、やばい、なんか流れてきた。やばい、ズーデスさん、ヤマさんもありがとう。モエピーさんもありがとう。マルトモちゃんさんもありがとう。ありがとうございます。そう、ピクニック、ピクニック、ピクニック、ほんと？じゃあだってみんなが、みんなが自分のご飯も食べられないぐらいになっちゃわないかが不安です。ピクニックにはフルーツ食べました。フルーツ美味しかった。朝フルーツしました。今日はそう、今日なんか歌詞めっちゃ歌えないなと思ったけど、多分、私多分脳みそに今でも養分ほとんどプロテインぐらいしか回ってないから、脳筋みたいな、脳みそ筋肉ぐらいだけだから、だから全然歌えなくって、実は脳みそが脳みそに行きたまってる栄養素がプロテインぐらいしかないから、だからそう全然なんか歌えなかった。脳みそと舌が回んなかった。もうただの筋肉になってる。やばいやばい。ありがとう。もやしだけに、ね、よくないよ。シーサラダ本当に美味しいよ。流星さんもありがとう。ズーデスさんもマルトムちゃんもありがとう。みんながさ、だってもやし生活になっちゃわないかが不安。私は楽しくなんかきっとお肉を食べるだろうに、みんなはそれを見ながらもやしを食べるのかなって思うと寂しい。わかる、私もドライフルーツハマってる。そうだからね、そうデーツがめちゃめちゃ美味しいの。返事がない、ただの筋肉のようだ。ポケモン本当にもうね、返事がない、ただの筋肉、本当にただの筋肉。浦部さんもまるともちゃんも流星さんもみゃんこ先生ありがとう。みんなみんな一タワー嬉しい。どうする、ちょっと休憩しよう。みんな一旦ちょっと休憩しよう。明日はデートなんです。明日はデートで服をちょっとどんな服着ていこうかちょっと悩んでる。どんな服を着ようか悩んでる。ドバイで売ってたチョコがけデーツ絶対美味しいじゃん。春な陽気な服なのか。あ、でもあれもいいな、黒もいいな。人生方向地さんありがとう。嘘、あと3万ポイント、そんなに差が縮んだんですか。皆さんこの話題をしたいなって実は思ってて。そうデーツでデート、そう楽しみ。人生方向音痴さんもありがとう。この話題、皆さんはもうマスクしてます？皆さん歩いてる時、街歩いてる時皆さんマスクしてます？
私のルームのパパは本当にすごいよ。え、してない？もう スフェイスで歩いてる。確かに。でももやしも美味しいよね。私も好き。もやし、もやしポン酢。え、あと1万3000ポイント、やばー。してる。あ、たまに。あ、そっか、花粉症だからか。自分は花粉でしてる。してない。え、すごい。してない。外でしてない。え、62万ポイント、やばい。え、やばい。この1週間で62万ポイントも1タワーが。怖い。そんなに動くの？怖くなっちゃう。あ、ほんと？花粉症だからマスク。確かに私も花粉症だからしてる。アレルギーあるんだ。え、すごい、みんなありがとう。めっちゃ嬉しい。みんなのおかげで1位様に近づけたの。浦部さんも、オガさんも、人生保護士さんも、流星さんもありがとう。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。確かに。ありがとう、ジェットブラックさん、オガさん、浦部さん、流星さん、ありがとう。滝野さんも50万ポイント、でも私も今日ちょっとだけしてなかった。でもちょっとだけしてなかっただけでちょっとしたほぼほぼしてた。でおじいさんも、人生方向音痴さんも、ありがとう。瀬戸内のひさまさんも、え、すごい、めちゃめちゃ投げてくれてありがとう。もう朝はすっぴんだからしてた嘘、今配信されてるの。ゆみこ姉さん、りょうだいさん、人生方向おじさん、ありがとう。一田はのりみおさんもたくさんありがとう。すごい、みんなめちゃめちゃ上手じゃない、一田は投げるの。私もマスクなしで歩いてみたけどね、えすごい、ありがとう。山さんも、がさんも、つなまよさんも、まるともちゃんもありがとう。がさん、え、嬉しい。みんなそうやって投げてくれるの。え、そんな、みんな私にお肉食べさせたいって思ってくれてるのかな。ありがとう。え、そうなんだよね、私もあのマスクなし、ちょっと急になしになってもちょっと追いつけない。あーって、ちょっと恥ずかしい。頑張れだ、それは。え、ありがとうございます皆さん。小型ペンギンさんも、レッドさんも、ありがとう。山さんも、ウリミオさんも、たくさん、ズーデスさんも、ありがとう。小型ペンギンさん、カタムツリさんも、リョウダイさんも、すごいたくさんありがとう。イチルさんも、オガさんも、ありがとう。こんなに、こんなにありがとう。クエルさん、すごい、食べさせてあげたいって優しい。でもなんか素顔で歩くのちょっと恥ずかしいって思ってきたし、人の素顔を見ちゃう、めっちゃガン見しちゃう。あって、前の人マスクしてないってチロって見ちゃうそう、ありがとう。萌えぴーさん、かたむつりさん、のるみおさん、いちるさん、りょうじいさん、りょうだいさん、ありがとう。まるともちゃんさん、小型ペンギンさん、のりみおさん、ありがとう。もうね、キーさんすごい、もうね追いつかないぐらい目がたくさん、ありがとう、ありがとうだー。あー、すごい、すごい。みんなの、あの、みんなのあれがすごい、あの協力、団体姿勢がすごい、すごい。ありがとう、みんな嬉しいよ。だってさ、なんかもう、なんか上着着るみたいな気持ちでマスクつけてたじゃん。でも夏マスクなし嬉しいな。夏さ、マスクさ
普通に歩いてても汗かくのにさ、マスクだけばっかりだったでさ、息できないぐらい汗かくの私実は。でマスクがびっしょびしょになるんよ。たくさんありがとう、みんなのこと見てるよ、いっぱい。だから夏、これから夏あったかくなってくるじゃん。だからそれでマスクなしはめちゃめちゃ嬉しい、うん、夏そうぜいぜいなるけ。でもあとマスクで肌荒れとかいっぱい私してるタイプやったんよ。やからそう、それがあのどんどん良くなっていくんかなと思うと嬉しい。もえぴーさん、のりみおさん、かたむつりさん、きーさん、ありがとう、りゅうせいさん、ありがとう、りょうだいさん、ありがとう、もえぴーさんね、ありがとう、おがさん、まるともちゃんさんも、ありがとう、みんなたくさん嬉しいよ。レッスンはでも私すっぴんだからマスクしてた今日は自転車でマスクか、それきつそう。そうだね、かぶれるよね、わかる。なべなべ所長も、小型ペンギンさんも、マエピーさん、りょうだいさん、キーさん、ありがとう。なべなべ所長、糸こんにゃくさんもありがとう。ふたむつりさん、なべなべ所長、人生方向音痴さん、たくさんありがとう。山さんもありがとう、いちるさんもありがとう。そう、お化粧がさ、そうさ、でも逆にあの逆にあのこのお化粧してる状態でマスクするとお化粧が崩れちゃうから、それ気にしてマスクしたくないってなる時もある。そう、ありがとう。そう、レッスンとかでも、でもしてない時はしてない、レッスンで息したいから息できなくなっちゃう、お汗かいてさ、うん、だから息、そう、これからすっぴんじゃない時でも、これからちゃんと可愛いすっぴんの時はマスクなしでも生きていけるぐらい可愛いすっぴんでありたい。今日は可愛くないすっぴんだった、あるんですよ。ラクウェルさん、ありがとう。マリュさん、ありがとう。りょうだいさんも、ありがとう。りゅうせいさんも、ありがとう。もえぴーさんも、ありがとう。ありがとう。やまさんも、ありがとう。すごいよ、元気玉だよ、本当に。まるさんも、ありがとう。きーさんも、ありがとう。今日ね、昨日お寿司いっぱい食べたからむくんでて、私。かたむつりさん、ありがとう。そう、マスクにね、ファンデーションとかリップがついちゃう。そう、それが。ありがとう。でも、ジムの中でも、割ともうマスク外してる方とか、いっぱいいたから、そう、あ、これからどんどん、ね、マスクなしになっていく、慣れていくんかなって思った。すごい、ありがとう。なんでよ、朝のすっぴん可愛かった、優しい、そうやって言ってくれるの好き嘘、国家規模の損失です。いや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 、片むすいさん、なめなめ所長、キーさん、りゅうせいさん、いちるさん、小型ペンギンさん、ありがとう。でもなんか、山さんもありがとう、もえぴーさんも、人生方向音痴さんも、かたむつりさん、いちるさん、ありがとう。小型ペンギンさん、キーさん、人生方向音痴さん、ありがとう。ズーデスさん、ありがとう。りょうだいさん、ありがとうございます。63万ポイント超えたって嬉しい。りゅうせいさんも、ありがとう。キーさんも、ありがとう。なんかあのねのすっぴん、すっぴんじゃない、その素の顔、マスクなしの、あのマスクなしの顔で歩いて街行く人にマスクなしの姿を見られるってちょっと意識する。あのそんな人って私の顔見てないだろうけど、ありがとう。アプロさん、ありがとう。山猫坊主さん、松井翔さん、下打ちのお日様さん、ありがとう。みんなが投げてるのちゃんと守って見てるよ、ありがとう。マルさん、ありがとう。キーさん、オガさん、イシルさん、ありがとう。松井翔さん、モエピーさん、人生方向地さん、リョウダイさん、そう、浜谷さん、ありがとう。なんかもしあのこうやってマスクのなしの顔をそんな見てる人いないと思うけど、見られるって思うと気が引き締まる。そう、顔隠すのに慣れちゃったからね。なんか
気が引き締まります。なんか外で歩く時もちゃんとちゃんとした顔で行こうってなる。ちゃんとした顔っていうか、そう、ありがとう。アプロさん、モエピーさん、マリュさん、小型ペンギンさん、浜谷さん、ありがとう。カタムツリさんも、リョウダイさんも、リュウセイさんも、浜谷さんも、キーさんも、マリュさんも、人生方向音痴さんも、ありがとう。すごい、もうみんながいっぱい団結力、そう団結力すごい。お肉食べさせたいの。でもすっぴんでもちゃんとね。私最近ちょっと気になってるのが、まつげパーマしたいなって思い始めた。まつげパーマしてるメンバー結構割といるんですよ。でめちゃめちゃみんな可愛いから、まつげがバチバチに綺麗に上がってて、すっぴんでもまつげ綺麗だからいいなって。もえぴーさん、浜谷さん、かたむつりさん、きーさん、人生方向音痴さん、ありがとう。りょうだいさん、兄さん、ありがとう。わかる、帽子メガネにマスク必須。両大さん、流星さん、小型ペンギンさん、浜谷さん、人生方向音痴さん、うん、そう。でもキーさん、浜谷さん、両大さん、小型ペンギンさん、イチルさん、ありがとう。流星さん、すごい、もう1位に なったの、返り裂けたのかな。イチルさん、キーさん、ありがとう。たくさん、そう、まつげパーマしたらビューラーしなくていいんだって。常にまつげが上がってる状態になるらしい。すごいよね。マイピーさん、なんか、あ、今日は歌ってみる。人生方向音痴さん、まるともちゃん、キーさん、小型ペンギンさん、ありがとう。かたむつりさんもありがとう。歌ってみる。ともちゃん、え、今どんな状態なんだろう、私の。流星さん、小型ペンギンさん、浜谷さん、キーさん、イチルさん、ありがとう。まるともちゃん、なんか歌う。素顔恥ずかしいよね、いつも隠してた分急に出すの。なんかそわそわしちゃう、スースーしちゃう。ほんと頑張って。いとこんにゃくさん、ありがとう。流星さん、浜谷さん、キーさん、小型ペンギンさん、ありがとう。人生方向音痴さん、なめなめ所長、ありがとうね。勢いがすごすぎる。まるともちゃんさんも、ありがとう。たくさん、みんな、みんな、もうもやし生活になっちゃうって人が一人でもいたら一緒にもやし生活するね。たまにかき氷食べてるかもしれないけど、ありがとう。幸せだな私って。うそ、うそ、本当1位になったの。かたむつりさん、まるともちゃん、すごい。浜谷さん、キーさん、いちるさん、1位になったの。前さん、小型ペンギンさん、かたむつりさん、ありがとう。え、私かき氷次何食べようか悩んでるの。りょうだいさんも、浜谷さんも、おがさんも、キーさんも、なめなめ所長も、小型ペンギンさんも、ありがとう。りゅうせいさん、まるともちゃん、浜谷さん、かたむつりさん、瀬戸内のひさまさん、ありがとう。嬉しい。お肉食べさせたいの。皆さん団結力すごい。かき氷はそう、ちょっと別で。かき氷はやっぱ大事。もえぴーさんも、オガさんも、キーさんも、流星さんも、ありがとう。1位なの、嬉しい。すごい、だって10万ポイント以上の差があったのに。山さん、キーさん、両大さん、小賀さん、瀬戸内のおひさまさん、ありがとう。小型ペンギンさん、ありがとう。ありがとう、みんなのおかげで。ありがとう、肉の木が咲いた。肉が咲いた。
方ペンギン、さゆまさん、りょうだいさん、キーさん、りゅうせいさん、ありがとう。りょうだいさん、小型ペンギンさん、ありがとう。やまさん、ありがとうございます。どうしますか皆さん、一旦やめてみる。せーの、一旦ストップ。さすがです。ストップって言ったらやめるの、さすがです。すごい、すごい、止まった、すごい、ありがとうございます。皆さん投げてくださってめちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございます。みんなのおかげでもう1位なんですか私今。肉タワー、すごい、肉タワーすごい。本当ですか、明日追い込みかけられちゃう。どうなっちゃうかな明日私23時まで配信した方がいいのかな。油断はできないですよね。あと200ほどで65万になるの。すごーい、本当に。私がストップって言ったらみんなが止まるのも含めてみんなの団結力すごい、すごいです。みんな私のためにそんなやってくださって本当にありがとうございます。そうなんですね。私明日23時59分まで配信するってなったら明後日私めちゃめちゃ早起きなんですよ。めちゃめちゃ早起きなんですよね。頑張るぞそれは。頑張るぞそれは。お風呂入った後にすっぴんでやってもいいですか。寝る準備完璧にして。 ありがとうございます。りょうじいさん、忠誠心もすごい。りゅうせいさん、ありがとうございます。わあごめんなさい。2学期は吸引さん、ありがとうございます。わあ、ありがとう。スーデスさんもありがとう。んなら一騎打ちもなんか申し訳なくなる。流星さん、山さんもありがとう。ありがとう。そうなんだ。みんなが不安になるよ。みんなが、すごい。でも本当に10万以上のポイント差があったにもかかわらず今日の配信で一気にひっくり返して、すごい。りょうだいさん、ずっと好きだよ、ありがとう。嬉しいよ。ありがとう。押したくなる。みんながヨーグルトを炊き出しする。そんな肉を食べさせたくなる。下口のひさまさん、かわいい、ありがとう、ありがとう。すごい。1位になってもらいたいって、ありがとう。すごい、1タワーキャンペーン現在1位だ。すごい、すごい、すごい。みんな
すごい、すごい、すごいな。みんな、私はすごいもう無理なんじゃないかってさを感じで、もうちょっと半分もう引いた方がいいのではと思ってたけど、みんなの団結力ってすごい、ありがとう、嬉しい嬉しい、ありがとう、すごい、ありがとう、応援したいって言ってもらえてすごい嬉しいよ。私厚切り牛タンお礼配信、絶対厚切り牛タン配信する。テッサも一タワーありがとう。66万超えたんですっけ、ポイント。7日間で66万この1タワーが私には投げつけられた、投げつけられたんですけど、そんなに66万ってことですよね。これはもう明日ルンルンでピクニック行っちゃう。今すごいびっくりだよ。お肉焼いて食べる配信したい。ゆうなぎさんもありがとう。2学期は学級委員さんありがとう。したわ、検証園になっちゃうよね。たくさん投げつけてくれてありがとう。一タワー投げつけたい。ありがとう、クッキー美味しそう。すごい、ルンルンでピクニック行っちゃう。明日もルンルンでフルーツ食べちゃう。バナナってさ、フルーツに含まれてる感ないよね。水分量が少ないからなのかな、バナナの。バナナってさ、あんまりなんかさ、フルーツ感なくない？果物感？甘いけどさ、なんかもっと芋みたいな扱い受けてない？バナナって割とおやつだよね。フルーツって感じじゃないよね。ね、バナナ栄養食品だからか。なんかさ、なんかさ、メロンとかでさ水分補給できるじゃん。でもさ、バナナでは水分補給できんよね。アボカドとかかぼちゃに近い感じなのか。主食って感じするよね。やっぱそうだよね。確かにかぼちゃってさ、あ、かぼちゃ野菜か。アボカドってどうやってできてるの？あれ、あれってもしかして木になってるの？ね、みずみずしい感じないよね。うん、そう、確かにバナナはカリウムが多いね。今日も元気にハッスルマッスル。もうね、リコちゃん実は眠眠なんです。うん、もう眠れちゃいそうなんです。実はバナナ、私もバナナ主食よ。あくび出ちゃった。
わアボカドじゃねーしアボカドだしアボカドも美味しいよアボカドもカリウム含まれてるお醤油とかポン酢かけたらめっちゃ美味しい明日も皆さん私に一束祭り協力してくれるんですかそんな明日協力してくれるんですか皆さん私明日はいつも通り朝配信と夕方配信夜配信かなにしようかな深夜配信お肉朝8時と22時とかにしようかなと夕方19時とかかな私何時まで私踊るんだっけ明日19時じゃあ明日はそれで行こうすごい夜しかこれ夜でもめっちゃ嬉しいあ本当ですかみんなそうすごい自主的になんか積極的に私に一束を投げてくれてめちゃめちゃ嬉しいありがとうもう今日はエネルギーがゼロでもうふにゃふにゃになふにゃふにゃなので今日はこの辺にしておこうかなうんとね朝は全然見るだけで大丈夫朝はねゆっくり配信したいでももし3位になってもそれでも嬉しいよ私は喉を大事にありがとう体調万全にいくもう私そうですね今日早めにお休みするわありがとうみんなありがとうそうだね結果より楽しもうでもこんな嬉しいです私にホワイトデーのお返しだよありがとうわーじゃあ今からねお風呂入って寝ようと思うので壇上の方をお呼びいたしますありがとうみんな39位から読み上げますモビさん、ファイヤーサーフさん、クニちゃん、そらともさん、ひろゆきさん、ポムさん、ゆうゆうゆうさん、なべさん、まうさん、いとこんにゃくさん、いっこうさん、メロンパンさん、フェリスさん、せいくん、野口さん、マシャさん、ぶんちゃん、ぼやっきーさん、おりちゃん、とうとうさん、人生方向地さん、瀬戸内のひさまさん、もえぴーさん、やまさん、なべなべ所長、はまやさん、いちるさん、かずさん、おがさん、まりゅうさん、まるともちゃん、ずうですさん、りゅうせいさん、そして本日の秋元先生枠は、のりみお先生です。ありがとうございます。小型ペンギンさん、キーさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は両大先生よろ、うん、両大さんでしたありがとうございますタワーもたくさん投げていただいていっぱい名前呼んだと思います私めちゃめちゃありがとうございますそして第2位はかたむつりさんかたむつりさんもたくさん1タワーを投げていただいていっぱい名前を呼ばさせていただきました本当にありがとうございますそして第1位はレッドさんでしたレッドさんもたくさんたくさん私に1タワーをね投げてくださってたくさん名前をね
いっぱい呼ばさせていただきましたありがとうございます。本当にそしてこの配信39位に入ってないけどみんな見てくださった方もそしてあの一打を投げてくださった方もコメントたくさんしてくださった方も最後まで見届けてくださった方も本当にありがとうございます。これから私は寝ようと思います。にっくやかに。明日もいろんな応援に来てくれるのかな、援護してくれるのかな。ペーペーなんですがこれからも頑張ります。お肉が楽しみな気持ちで、そうママチにもお肉をご馳走できるように1位か2位で終わって無事ね終われるように頑張ります。ありがとうございました。チェキもありがとうございます。じゃあ皆さん今日も私の配信を見てくださって本当にありがとうございました。明日も元気に皆さんが過ごせますよ。皆さん健やかにおやすみなさい。健やかにおやすみなさい。じゃあね、いい夢見ましょうね。チェキ開封してください。厚切りキュータン、ストーチのひさまさんファイト、ありがとう。お肉野菜肉やかに、あーりょうじいさん一度ありがとう。またねー。